皆さん、こんにちは。しおりめチャンネルのしほです。はい、ということで、今回はね、こちらのね、私の机の中身をね、紹介していきたいと思います。でね、前回、大晦日の日にですね、抜き打ちで、ちょっとチェックをされまして、はい、マジで来てなかったんですね。でですね、それで、あの日からね、もう、いつ抜き打ちされても大丈夫なように綺麗にしたので、前回よりは少しはマシになった机をね、紹介していきたいと思います。はい、じゃあせっかくね、この状態をもう継続できるようにしていきたい、もう1週間継続してるんで、はい、大丈夫だと思うんですけど、はい、これからもね、はい、この状態をもうずっとこのままであり続けるためにちょっと頑張っていきたいと思います。はい、じゃあせっかく綺麗にしたそうなのでね、はい、紹介というかね、はい、していきたいと思います。はい、はい、まず1段目ですね。前回の1段目は、なんかね、この辺にポーチがあって、この辺なんか鉛筆とかパワー、そうなのね、汚かったよね、ちょっとね。そう、いきます。じゃん、こんな感じです。すごいペンだったね。でもなんか、うん、ペン多くて、これでも、結構何本かね、断捨離をさせた方なんですけど。そうなんですか。そう、すごい。そうなんですよね、こんな感じで。もうこの辺はあれですね、鉛筆ペンとかですね。ここが鉛筆で、ここ全部蛍光ペン、かわいいでしょ。これね、今度網とかができたらね、飾ろうと思ってるんだけど。なるほど。はい。で、こちら側もペンで、ね、下が下はこんな感じですね。そうそう、テープとか、このピンク、あのダイソーさんで買ったね、このピンクのセットと、あとこの散らからないクラッカー。おー、クラッカー入ってる。はい、こんな感じで。はい。じゃあ何かに使ったんだろうね。そう、何かに使ったんだとは思うんだけど、何か思い出せなくて。そうか。それでね、忘れてたんだけど、これね、3段でね。3段なのか。もう1個あんの。おー、ほんとだ。すごいね。なんか文房具が多すぎてね、ちょっとまとまりきらなくて。本当はこれもね、こっちに全部収めようと。あ、こっち側のね。こっち側に収めようと思ったんだけど、収まらなかったものを入れました。なるほど。じゃあ、だから一番下なのね。そうなんですよ。すごいね、3段になるんだね、ここ。そうなんですよね。すごいね、この薄い入れ物はどこで買った入れ物ですか。これはね、セリアです。セリアですね。セリアさんです。で、次にこっち行きましょうか。じゃあこっち行きましょうか。まずね、この間で買って、これがフライングタイガーで買った、この大好きな鉛筆です。はい、鉛筆たち。で、この下にね、こうハサミがあるんですけど、あ、そうなんです。このハサ、なめがあるんで、ちょっと待ってね。こうしよっか。このハサミがね、学校で幼稚園で使ってたんですけど、ちょっと行方不明なんですよ。容器だけあって。多分下にあった気がするよ。マジ色やつ。なんか行方不明なので探してるんですけど、ハサミですね。ハサミを隠すようにこれを置くんですよ。なるほど。ハサミは見せないですね。そうなんです。そうなんだ。で、あとね、この鉛筆を。これ何、色鉛筆。色鉛筆とペンですね。あ、ペンですね。本当こっちにペンがあるんでほとんど使わないですけど。で、今度こっち。で、こっちが、ペンじゃないけど、ペンみたいな。ペンじゃないけどペン。これがペンで、これがペンじゃないんだけど。ね、これハサミでしょ。あ、なるほど。ペンの形してるけど、ペンじゃないってことね。これ、あ、なるほどね。ペンではないんだけど、ハサミね。なるほど、そういうことね。これペンの形に見える？ペンの形に見えない。だよね。これが消しゴムなんですよ。どれ？これは消しゴム。これは消しゴムなんだね。そう、これが消しゴムで。すごい。面白い。すごいよね。いろんなね、文房具があるよね。で、あとこれが、無印で買ったの小さいやつ。ああ、買ったね。小さい買ったね。はい、これ便利そう。で、あとこれはもう家にあった普通のカッターでしょ。で、これは蛍光の色鉛筆と、裏にこのなんかメタルなね、色鉛筆があって、買ったね。セリアだっけ。そう、懐かしいよね。そうだよね、蛍光の色鉛筆買ったね。これとこれね、100均なんですよ、皆さん。そうなんです、これ100均なんです。可愛くない？ね、超可愛いと思って。でね、一回出してくれ。あとこれが蛍光ペンですよ。これも可愛いよね。可愛い可愛い。これね、セットで買ったよね。そう、これ雑貨屋さんでこう飾ってもね、飾っても可愛いんだけど。ね、そうなんですよ。で、あとは付箋です。付箋。はい。
線ね。付箋ってさ、どう管理してるの？なんか、そのまま直接ね、筆箱に入れちゃうと超汚くなっちゃって。確かに。なんかポチ袋かなんかに入れるのがいいのかね。もうそれはめんどくさくてさ、ひげが入れちゃうんだよね、私。でね、この辺はもうメモ帳とかですよ。なるほど。メモ帳とか。メモ帳いっぱいありますね。あ、そう、リカって書いてある。なんでリカ？あとね、これがね、500円玉が入るミニ付箋。ミニ封筒か。これなんかさ、お台場かなんかで買ったよね。そうなんです。レトロのそう、レトロなあの雑貨屋さん。雑貨屋さんみたいな。ね、まだあんのかな？最近お台場とか全然行ってないから分かんないけど、ね。お台場で買いました。ね、超レトロで、かわいいお店があったんですよ。うん、そこで買いました。超かわいいよね。これまだ取っといてるというか。10枚入ってるから慎重に使わないとと思って、うん、でね次にね、うん、消しゴムちゃんなんですけど、これまだ使ってない消しゴム。でこれは来年6年生になったら、うん、この黒シリーズで使おうと思って。なるほど、黒で揃えて。そうだから、ね、あと無印にでこれ買った時にね、うんうんうん、定規と、うん、あと鉛筆削りを買ったんですけど、それも一緒に使えたらなと思って。なるほど。じゃあ筆箱も黒にするの？そういうわけじゃないでしょ。そういうわけ。筆箱は別にいいのね。黒にこだわんないのね。でね、あとこれはね、うん、福袋でもらったやつです。はい、これね、今年ね紹介した福袋に入ってたやつです、うん、はい。あ、でもこのレッドは違うかな。このレッドは多分買ったと思う。うんうんうん。あとはこの写真と、のりと、鉛筆削りと、何これ？黒いカードとのりです。カード、カードね。そう。これね、白い鉛筆とかで書くとね。なるほど。でも私、そういえばね、買った後に思って、私さ、黒い、白いペンとか、白い色鉛筆持ってないなと。ああ、そうなんだ。使えてないんです、まだ。なるほど。今度100均とかで白いペンとか買ってくれば使えると思うんだけど、うんうんうん、そうだね、うん、だからね、今度またね、使いたいと思います、うん、はい。ってあ、こうやってかたすんですね。そうなんです。じゃあちょっとしまっていきましょうか。しまいますね。はい、かたさないとね、また汚くなっちゃうからね。そうですね。どうだ、一回出すとさ、忘れちゃうよね、どうやって片付けあったか。ね、忘れちゃう。何気に。あるあるだよね。超あるあるだよね。あれ、これどこにあったっけ、どこだったっけみたいな。ほんとよくある。せっかく片付けたのに、みたいなね。ほんとよくある。だから、それだよね、もう。それでもう。今はさ、一回さ、片付け終わったら写真撮ったらいいと思うよ。ああ、確かに。その写真を見ながら、あ、こうやって片付けあったんだってなるじゃん。確かになるかも。ね、だって。あれ、ペン入れる場所が。上に置けばいいんじゃない。まあ、オッケーオッケー。はい、じゃあこんな感じになりましたね。はい、ということで、はい、あとは奥の方は汚いですか？汚いですか？いや、奥も綺麗だとは思いますよ。一応片付けたんで。メモですか？今日はね、もうこの1段目の引き出しが多分メインじゃないかなと思われます。奥はですね、こんな感じになっておりまして、はい、まずね、このおにぎりのね、便箋みたいなやつに、かわいいよね。あとメモ帳とね、これ見てください、これ。うわぁ、ギョロメ。ギョロメのね、ギョロメです。ギョロメがいっぱいあります。ケースにまで入ってもギョロメ、すごいね。そうでしょ。で、あとはもうね、このタコ糸とか、ボンドとかね、この、爪楊枝とかね、いっぱいありますよ。はい。この辺たまにね、使うんだよね。そう、タコ糸とかたまに使うんだけど、ほんとごくたまになんで。ごくたまにね。ね、奥の方にしまってあります。はい。ね、ここに挟まってあったのは白コログッズなんです。あ、白コロ。ね、今度ね、これよりもっと可愛い白コロを印刷してきて、あそこに飾ろうと思う。なるほど。未だにからの。あそこか、ここにね、飾ろうかな。あ、ここね。今ちょっとしか。いや、これこの辺ちょっと友達が映っちゃう。今ね、ちょっとね、写真をどうするか考えようと考えちゃいます。今この辺はまだ片付け中ですね。どうしようか迷ってて、うん、で次こっち行きますね。はい、これどこにあったっけ？ここだよね。わかんない。で、
こっち側はですね、なるべくね、もう物がない状態にしたかったので、なるほど、そんなに物置いてないです。はい。ですね。でね、これがあの、フライングタイガーで買った。あ、買ったね。これマジで可愛いんだけど、大きすぎてカバンにつけられないっていう。そうね、可愛いけどね。で、これがプリクラですね。あ、なるほど。もう昔からのずっと入ってる、ね。そうですよ。プリクラが全部、ここに全部入ってます。うん、で、これがあの大きいサイズですよ。はいはいはい。100均で買いました。はい。で、これ何入ってたっけな。あー、シール系です。シール。シールですね。こんな感じで。なるほど。シールが、シールとかがね、こういっぱい入ってます。はい。こんな感じで。うんうん、うん。かわいいよね。かわいい。このなんかデコロード。シールが入ってますね。はい。で、この奥がね、うん、あの、スマホケースね、過去のね。そう、でももうつけられないんですよ、機種が違くて。そっかそっか、機種が違うからね。捨てようかも迷ったんだけど、うんうん、やっぱ思い出じゃん。そうだね、みんな結構取ってあるよね。だからね、うん、一応取っておこうかなと思って。そう、スマホはやっぱね、1日1回やっぱ触るから思い出深くなるよね、ケースもね。そうなんですよ、もう懐かしいね。ね、超懐かしい。このモコモコとか懐かしいね。だよね、これとか懐かしくない？うん、超懐かしい。懐かしい、この辺もね、懐かしいで。で、懐かしいよね。懐かしい。去年のさ、クリスマスあたりこれ使ってたかな。これね。うん。なんか忘年会の時にさ、かぶったよね。レノレラチャンネルさんのさ、レノレラちゃんの。そう、お母さんのね、携帯とね、そうそうそう、全く色もね、形も同じで。そうだよね。でね、あ、お揃いだとか言って。そう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 。そういう記憶があるんですよ。だからこういうね、こういう思い出があるからこそ捨てられないんですよ。うんうん、そうだよね。こういうケースって。なので、うん、こういうのは全部外行ってますね、うん、あとここにカッター版、うん、工作版があります、ね、これ100均で買いました、うん、なんか学校のもあるんだけど名前書いてあるし、うん、あのプラ版でねいっぱい使っちゃって、うんうんうん、超ねカチカチに固まってるんですよあのプラ版につけてるあの、うん、あのシールが、うんうん、なんだっけ、なんだっけ、シールねはい、じゃあこんな感じですね。はい、以上です。真ん中になんか飴が入ってます。あ、そうなんですよ、飴とね今度ね、蜂蜜金柑のど飴下にあるから、これも持ってこようと思うんだけど、ね、最近なんですね、このね、のど飴とこのブレスケアを置いてます。はい、今このど飴、あの飴コーナーにしてて、あ、勉強してる時に舐めるんですよ、うん、そう、豆かけ、うんうん、勉強した時に舐めるんですよ。なるほど。パイン飴美味しいよね、この飴大好き。あ、パイン飴ね、穴が開いててね。そう、だから勉強するときに舐めるんですよ。なるほど。ここで勉強してんじゃん、うんうん、で、飴も舐めるの、うん、喉飴とかを。そうするとね、勉強で頭良くなるし、うん、喉も良くなるから、もう一石二鳥なるほど、オッケー、オッケー、1段目でした。はい、じゃあ次に2段目いきますね。